暮らしの泣く頃に吸い、たらい回しをプレイされた皆さん、お疲れ様でした。原作にはなかったオリジナルストーリーの第1弾、いかがでしたか？もしかしたらあったかもしれないイフの世界、楽しんでもらえたらとっても嬉しいです。楽しむも何も、あんな唐突な終わり方では何が起こったのかわけわかめでございましてよ。ちんぷんかんぷんなのです。まあ確かに、なんだか気がついたら私以外みんな死んじゃってたしね。しかも生き残ったとはいえ、ショックでまともに話できない状態とは、一体何が何やら、私だってさっぱりだよ。そうだね、今回のたらい回しは謎を解き明かすことを回避しちゃった場合にたどり着くある意味で最悪の末路だから、展開もわからないことだらけで、悲劇が起こった結果だけを知ることができるお話なんだって。みー、いきなり大災害でみんな死んじゃっているなんてひどい話なのです。大体お社様のたたりがどうして自然災害につながるって言うんですの？村で起こっていた連続殺人事件とは何の関連もありませんでしょうに。うん、確かに。よくわからない謎だらけで、全然すっきりしない終わり方だったよね。まあ、謎は謎でいいんだけどさ。ここまでヒントというか、手がかりがない状況だと推理のしようがないよ。連続殺人事件の犯人は誰かって謎かけが、村の大災害の真相を探るって話にすり替わっちゃってるしさ。これじゃこのルートにたどり着いた人たちは、なんじゃこりゃーなんて言って怒っちゃうんじゃないかな。まったくでございますわ。それに謎を探る前に皆さんの様子も変でございましてよ。ミオンさんはシオンさんとケイチさんが仲良くなっただけで急に怖いというか対応が怒りっぽくなってしまいましたし、レナさんもなんだか変な感じで、まるでケイチさんのことを監視しているようで不気味な雰囲気でしたわ。でも一番変わっていたのはケイチかもしれないのです。うん、それは私も感じた。このシナリオのケイちゃんはなんだかヘタレっていうか、平穏だった頃の日常にしがみつこうとしてるって感じで、正直かっこ悪かったね。うん、例えばいつものケイチくんなら、レナが裏山に誘った時には断ったりしないと思うの。だってそこから日暮らしの世界が始まるんだからね。そんな謎が潜んでいるターニングポイントを回避している時点で、やっぱり消極的な道を選んだってことになっちゃうんだよね。私が落ち込んでるのを見て黙って見送るのもらしくありませんでしたわね。おせっかいくらいに優しくて、私たちのことを大事に思ってくださっているケイチさんなら、当然何やらと理由をつけて一緒に帰っていただけるはずですから。そういう意味では、らしくない選択をした結果がこうだったと言えなくもないかもね。払い回しというだけあって、問題の解決から逃げ続けるだけって印象だったな。ただね、このたらい回しには日暮らしの謎を解くために必要な重要な人が登場してくるの。最後に大石さんと出てきた赤坂さんって刑事さん、覚えてるかな。かな、なんだか場違いというか、大石さんと対極的な刑事さんでしたわね。大石さんとはお知り合いのようでしたが、最後のほんのわずかの登場だったけど、いかにも都会のエリート警察官ですって感じだったな。でもそれがどう関わってくるの？その刑事さんと接点を持つのが、実はなんとリカちゃんなんだよね。ねえリカちゃん。そうなのですよ、ミパー。え、リカ？どういう経緯であなたがその刑事さんとお知り合いになったんですの？その馴れ初めのお話が警視庁公安の捜査記録の一つ、暇つぶしです。このお話はさっき出てきた赤坂刑事が主人公なのです。ところでさ、
暇つぶしって一体どんなお話なの？雛見沢村の連続殺人事件でお社様のたたりを言われるようになったそもそものきっかけ、5年前の雛見沢ダム建設の反対運動の頃のお話なのです。その時に起こったちょっとした事件で僕は運命の人と出会うのですよ。運命の人？リカ？それはどういうことなのでございますの？それはプレイしてのお楽しみなのですよ、ニパーン。ずいぶん引っ張ってくれちゃうね。もったいぶらずに教えてくれちゃってもいいじゃないのさ。それをバラしてしまったら面白くないのですよ。ミーもちょっとは関連してきますので、こうご期待なのですよ。え、ミーちゃんも出るの？それじゃあレナは？私は一回休みなのですよ、ニパーン。じゃあ主人公ってケイちゃんじゃなくて、もしかして？つまりは私、クラウドこと大石クラウドのダンディズム劇場の始まりなのですよ。うわうわー、出たんふんふんそんなに人を幽霊みたいに驚かないでくださいな。まあそれはともかくとして、第ゼロ章暇つぶしは私たち大人の時間ですから、良い子の皆さんにはまだ早いアダルティックでムーディーな日暮らしの始まりってことですよ。なっは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 。大石さんの口から聞くとものすごくいかがわしいイメージしか湧いてこないんだけど、なんでかな、かな。日頃が日頃だからね。このゲームの対象年齢を一気に引き上げてきそうで、こっちとしてはものすごく不安だよ。どんな話の展開になるのやら。あー、大石さん、一応私たちは公務員なんですから、せめて税金を払っている皆さんの犯になる振る舞いをお願いしますよ。あ、あの刑事さんだ。赤坂さんって呼んでいいのかな？お好きなように。どうも皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様です。あれ、そういえばケイちゃんは？前原さんならもう次の台本読みに入っているそうですよ。暇つぶしで出番がない分、遅れを取り戻すって言ってましたが。お気持ちはよくわかりますが、この前圭一さんの台本をちらっとお見かけしましたが、前半だけでも電話帳5冊分は優に超えておりましたもの。最初はおお、季節は早いがスタッフからのお中元かなんて喜んでたら、中にはぎっしり紙の束というか、まさに巨大な塊が詰まっていたもんね。正気の沙汰とは思えなかったのです。あの厚さならマグナムだって防げてしまえるのですよ。いや、それはオーバーじゃなかったね。閉じる穴開けようと思ったら千枚同士が根元から折れちゃったくらいだし。リカちゃんはまだいいよ、セリフまだ少ない方だったし。ミーちゃんとシーちゃんなんかレナよりも多くて、はう。そういえばシーちゃんは？ああ、あの子も居残り。まさかこんなに早く出番があるとは思ってなかったみたいでさ、全然準備してなかったせいで NG 連発しちゃって。ま、ある意味自業自得だけど。とはいえ
私たちも暇つぶしではセリフが増えますからね。この後スタジオに戻る予定です。そういうわけですから、すみませんが、そろそろ始めちゃってもよろしいですかな。あまり時間もありませんので。あ、はい、そうですね。それじゃあケイチ君は別の日に私たちだけの会を開くとして、みーちゃん、みんなに飲み物配ってくれるかな。あよっ。それじゃあビールは大石さん、赤坂さんで、リカちゃんとサトコはジュースだよね。あはははは、さすがにコンシューマーゲームの舞台の中だと未成年のアルコールはご法度でございましてよ。というわけで僕もワインじゃなくてブドウジュースなのです。みーっていうか、リカちゃん、まさかワインを飲んだことが。みー、冗談なのです。お酒は二十歳からのお約束なのですよ。みんな、コップは行き渡ったかな。それじゃレナが温度を取るね。ではたらい回し終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず大石さんと赤坂さんは後ろがあるみたいだからさ、手短に今回のシナリオを振り返ってみよう。まずはさとこ、なんかある？振り返るも何も、こう出番が少ないとどう申し上げてよいのか分かりませんわ。右に同じなのです。みー、レナは、そうだね、最初は図書館から出てきたケイチ君をからかってるはずだったのに、大石さんの尋問から家に戻ってきたケイチ君を待ち伏せして脅迫みたいな感じで詰め寄ったりしたのは変な感じだったね。あの時レナはケイちゃんを口止めするつもりだったのかな。そうまでしてケイちゃんの動きを封じようとしたレナの意図は何か、そしてレナは殺人事件について何を隠して知っていたのか、そのあたりが分からずじまいだから、類推というよりも憶測でしか想像ができないよね。とっても不親切なシナリオなのですよ。あ、そういえば一点だけ気になったんですが、1年前の北条さと子さんのおばが殺された時、園崎美音さん、紫音さんが相次いで姿を消したって言ってましたよね。これってどういうことなんでしょうか。言葉の通りに考えてみますと、二人が共謀しておばを殺したか、あるいは何らかの関与をしたかということにもなりますが、裏を取った証拠がないだけに、これも憶測でしか判断ができないんですよね。村人の誰かが目撃しているということはないんですの？ひなみ沢も木の宮もそんなに広い場所ではございませんし、誰にも見つからずというのは結構難しいと思いますが。まあとはいえ、園崎家をはじめとする御三家は日並沢一帯では神聖不可侵の存在ですからね。村人全員でかくまってしまったら、その動向は完全に闇の中へと入っちゃいますよ。で、その結末が村を全滅させた大災害。たたりで片付ければ一言で終わりなんだけど、どうしてこういう展開になったのかが全く分かんないよ。そもそもこの事件が人の手によって起こされたものか、それとも本当にたたりといった超常的な存在によって起こされたものなのか、それを整理するところから始めなければいけません。そして万一人の手によるものなら、そこにあるはずの誰かにとってのメリットというものを
見出さなくては。誰かにとってのメリットですか？ええ、犯罪には必ず誰かにとっての有益性が存在する。それが解明できれば、おのずと関与する人たちの意図やその顔ぶれが見えてくるものですよ。じゃあ連続監視事件をこれまで引き起こしてきて、最後に大災害で村人全員が死んだ結末には誰にとってのメリットがあるというの？正直に言いまして、どうこうと判断するには証拠も、そして事件の詳細も不明な点が多すぎます。まあ、そういう意味でこれらの事件が起こった端緒である5年前、ダム建設反対運動がどのように行われて結果どうなったのかをまずは調べる必要があるでしょう。推理はそこから始めても遅くはないと思いますが。そうですね、今の段階では根拠もなくあれこれと言い合っているだけですし、もっと事件についていろいろと情報を仕入れるべきかと思います。他のシナリオにも重要なヒントが隠されているかもしれないのですよ。それもそうだね。それじゃ暇つぶしは大石さんと赤坂さんに任せて、私たちは自分たちが登場するシナリオをもう少しじっくり読んできっちり考えてみるとしますか。それでは引き続き日暮らしの泣く頃に水をお楽しみくださいね。